はい、こんにちは、ビッグボーイです。それではメトロラストライトリダックスの追加ストーリー続きやっていきます。前回重装備部隊ちょっと短めで終わって、じゃあ今回はこのクシャトリアっていうのをやっていこう。ポリスのクシャトリア、地表の様子と旧世界について有職者から情報を得る、これをやっていこう。そう、いよいよだ。俺はポリスのクシャトリアになる資格を証明してみせた。旧世界の知識や文化を保存するためには遺物を集めることが不可欠だが、その任務にふさわしいのは俺だ。今回配属された隊が捜索活動をしているのは大図書館の近辺、瓦礫のモスクワの中で最も危険で同時に最も希望のある区域だ。大図書館、ポリス。お、ポリスか。これなんかメインストーリーに関係ありそうなのか。いやあ、スタルカ。スタルカ、これからは俺たちと一緒だ。ざっと説明すると、なんか乗ってるよ。我々は小規模な作戦行動をしてる。君を含めて5人の隊だ。俺はクズミッチ。クズミッチ、備品の管理者だ。銃でも装備でもおもちゃが欲しくなったら言え。あの洒落たやつはシャーマンだ。シャーマン、やつはこの道の専門家。持ち帰ったものを調べて弾薬をくれる。他に双子がいるが、そのうち会えるだろう。双子。では本題に入ろうか。必要な武器、装備、フィルターは俺が売ってやる。何？タダでもらえると思ってたのか？残念だったな、相棒。ほら、装備を取れ。フィルター、マスク、治療キット、銃もだ。ところで、獣を倒したら腹の中を見てみろ。そいつが人間を何人食ったかとか、その装備がわかる。化け物め。さあ行け。乗ってけよ、スタルカ。頑張れ。なんかいろいろとあるな。興味深い。シャーマンの話を聞いてみようか。Hello, hello, and hello. 俺がシャーマンだ。地上から持ち帰ったものは俺が評価して適切な対価を払ってやるよ。対価か。君は伝説の遺物を探すなんて期待をまだ持っているかもしれない。メトロの全体路線図とかな。だが残念だ。これが探してほしいものの一覧だ。お、燃料、絵、おもちゃなど役に立つもの、パソコンの部品、その他いろいろ。珍しくも面白くもないものだろう。しょい。探すものはもうわかっただろう。無事に戻ってこいよ。あ、電気も忘れるな。なんかこのサイドストーリーはなんか長そうな雰囲気があるんだけど、地上へ出るんだね。武器今なんか持ってる。あ、2つある。なんかこの辺良さそう。個人的にはこっちがすごい欲しいな。ハザードスーツ、放射線のある地域でフィルターの消費を抑える。これ素晴らしいな。え？あ、お金足りませんと。あ、200。あ、30しか持ってない。これダメだ。カスタマイズか。こっちが弾か。ほうほうほう。うん、投げナイフは買っとこう。特に武器、まあ、弾はまあいいか。ってことは、双子が待ってるって言ってたっけ？こっち？ほう。おお、新顔だな。俺はバーだ。バー。よう、俺はスー。バーとスー。あんたが俺たちの雑用組に送られてきたやつか？双子。そうみたいだな。グリシャが食われたんだ。こいつしか残ってない。だったら少し忠告しといてやるか。3つだ、生きるためのルール。そうだ、1つ目、一番重要なルールでもある。地表にフィルターはないと思え。持っているフィルターの分しか生きられないってことだ。任務中は十分持っておけ。予備もな。2つ目、エアロックは下水道に通じている。そこをたどれば地表の図書館のどこかに出られるが、まだ1箇所しか見つかってない。
他の出口を見つけるのも仕事だ。そうだ、いいか、トンネルのことはまだあまり分かっていない。だから常に下水道の入り口を探すようにしてくれ。3つ目、テーブルに電球の入った箱があるだろ、持っていけ。あれ、つまり上じゃ電気は通ってるが電球の取り替えがまだなんだ。あ、取り替えもしてくれと。だから上では電球をはめて回るのも君の仕事だ。そうすれば探索が楽になるし居心地も多少は良くなるだろう。戻ったら忘れずに電球を補充しろよ。じゃあ頑張れよ。いざ。オッケー。あ、2人は説明なのか。フィルター買っとこう、すっかり忘れてた。フィルター買えない。フィルター売ってない。買えない。そっか、世の中お金か。今フィルター持ってるのかな。10分か。いや、こいつはスーだ。いや、あいつがバーだ。電球持って、これは駅で休憩をしてでセーブする。はいはい。憂鬱は最大で5つまでしか持てない。汚染地域を安全に通過するためにハザードスーツを買え。金ない。基地への近道はどこにでもある。フィルターの値段は買うごとに、いや本当に値上げする。ゴーゴーゴー。なるほど、そうか、一人か。あと双子がついてくるわけではない。なんかこれ長そうだな、このサイドストーリー。最初のドンパチとは違って長そう。このライトは大丈夫だね。さあ光ってるね。電球をつけていこうか。ゆっくりとしっかり見ていこう。操作をちょっと忘れかけてるんだけども、違います。こうだ。モノス燃やして早速投げナイフやっちまったな。電球つけていこう。発見したもの、松明もつけれるね。あ、こうだ。なんかぐちゃぐちゃいってるな。いやー、こうですね。よし、正しい投げナイフの使い方。血で濡れた。さあ迷わないようにしっかりと、まずはこっち行けないもんね。こちら側から行ってみよう。蜘蛛の巣、あ、行き止まり。早速なんか発見。違う違う違う、操作間違う。おもちゃ、5つまでならまだいけるね。ここはフィルターも使う必要ないし。おっと、これ強いな。また来た。リロード。一発ずつか。帰ってった。あ、そっか、切り裂いてるのか。切り裂いて弾を補給していると。さっきなんか言ってたな。でもグロいよこれ。これすごいグロいよ。電球変えて、モノス燃やして、地上へ出るそう。電球つけて、下見えるけど、一回戻って、階段がある。
おお、なになに、おお、OK、 弾薬を取って、切り裂いて弾薬を取る。ここは電球変えれそうなとこもない。階段、階段上がろう。電球変えれる。おっと、ここフィルターいるのか、これ以上上は。オッケー。あ、でも開かない。なら、あ、上から上登ろう。ここだ。さあ、必要つけて、フィルター大事だからな、スピーディーにやっていかないと。誰かの通信？外にミュータントが。これつけて、地上だからね、特に敵はいないと思うんだが。おっと、トラップがあった。久々のトラップがあった。全然見てなかった。ちょっと鎮火して、なんだこれ、ゲット。壊れたモニター、これなんだこれ。特になんもない。ここ外出れるな。異物は弾薬にしてくれると言ってたっけ。弾薬ということはお金か。異物ゲット、異物結構あるな。ガターンとか言って出てきたら嫌だけど、たくさんミュータントいるな、外に。もう拾えない。一旦戻るか、まだ来たばっかりだけど。こっちも行けるけど、一回戻りましょう。戻ろう。おお、やってきた。切り裂いて弾ゲット。あ、撃った弾を取り出してまた使っていますと。開けて取れる。電球も補給できるしね。なるほど。フィルターを忘れるな。はい、異物持ってきたよ。ハローハロー and ハロー。さあ、調査の成果を見せてもらうぞ。はあ、これは燃料だな。これなら受け取れるぞ。おーやおやおや、キーボード。子供たちも喜ぶな。素晴らしい、素晴らしい。今日はいつになくすのかったな。まだまだあるっぽいけどね。受け取ってくれ。言い忘れたが、一度上に行ったら少し休んでいいぞ。その方が長生きする可能性が増えるからな。駅で休憩する。駅とはここのことでいいのか。金を貯めて、でも今上って言ってたな。ギターがある。上の状況に詳しくなったらそこからが本番だ。さあ、おお、新入りにしてそこそこポイントを手に入れたけど、欲しいのはこれだな。持ち帰ったものを交換してこい。フィルターとまだまだ異物を集めた方がいい。さあ、もう一回行ってこよう。もう一回地上へ。
さあ元の場所に戻ってきて、まだ異物があるね。電話、古い電話、矢印、おお、外出たくないな。こっち開く？開く。あ、こっち開いて、はい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 、中に戻ってこれますと。待って、焼いて弾を返しなさい。あ、違う、今の通過用弾薬だ。外出るか、汚染が強い。こっちは汚染が強い。ん？どっか出れそうな、外。完全に放射能マークだな。強いな。どっから出よう。そもそも出れる？上明るいな。どうしよう。一丁行ってみるか。無理っぽい。一回戻って保管。さてどうしようか。外出れないっぽいから、ちょっと矢印を頼りにしよう。ここまた別のところなのか。で、野蛮な人もいる？あ、待って、ここ。お。待って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 。倒しておかない。あれ、上行っちゃう。誰の声？あ、仲間か。彼らも倒すんだ。ふさふさやって、うろい。コンパスは特に当てにはならないそうだな。ならどっか上を目指していかないと。今双子の二人が敵倒してたけども、こっち開かないもんね。ネズミばっかりだな。止まった。これかよっ。さあ行き先が分かった。これまた地下通じてんだな、どっかに。電球つけとこう。はしご、おっと、ちょっと待ってよ。はしごは、あ、ここも電球。ベルターが心配だな。こっちは開く。あ、開いて、あ、こっち通れるようになったな。オッケー。これタイマーつける？つけれる。明かりをしっかり灯していこう。こっちから来たもんね。さあ、あ、ここもつける。長くなりそうなお使いをこれからやることになるのか。上登って、これフィルター大丈夫か。これ大図書館だな。
かあった。一旦フィルターを一旦戻ろう。ここはね、無理に奥まで行かない方がいいと思う。とりあえず異物また持ってきたけど、ガラクタだな。ガラクタ、次はもっとすごいのを頼む。はい、これが今回の報酬だ。お、このポイントならまだまだあるな。頑張りなよ。ひとまずフィルターが先かな。ライブラリアンには勝てないぞ。決まりだ。あ、本当に高くなる。今ライブラリアンって言った。地表にはフィルターが無意味なほどの汚染区域があってな、このスーツが必要になる。あ、そのためのこれか。ダメージよりかはこっちだな。まだまだ長くなりそう。じゃあとりあえず今回はここまでにしようかな。異物をどんどん、異物をどんどん持ってくる上で何かメインクエストと関わりのあるような出来事もあるかもしれないから、継続してこれやっていこう。じゃあ今回はここまでで、はい、ご視聴ありがとうございました。